セルビア共和国、リップブリカスビーヤ国家、ボスプラベド正義の神ヨーロッパにおけるセルビア共和国の一セルビア共和国は1990年から1992年までのユーゴスラビア社会主義連邦共和国、1992年から2003年までのユーゴスラビア連邦共和国、2003年から2006年までのセルビアモンテネグロの構成国である。2006年に モンテネグロがセルビア・モンテネグロ国家連合を離脱し独立国家となったことによりセルビアも独立国家となった。セルビア社会主義共和国は1990年ユーゴスラビア共産主義者同盟の崩壊に伴って社会主義体制を放棄した。新しい憲法が制定されその中でセルビアはユーゴスラビアの枠内で民主主義体制を取る共和国であるとされた。 ユーゴスラビア社会主義連邦共和国が1992年に解消されたのに伴い、ユーゴスラビアに泊まっていた2つの共和国、セルビア共和国とモンテネグロ共和国は共産主義を放棄し、民主主義に基づく2国からなる新しいユーゴスラビア連邦を結成することを望んだ。この新しいユーゴスラビアは、ユーゴスラビア連邦共和国と呼ばれるようになった。 セルビア社会主義共和国は1990年よりセルビア共和国へと解消されていたが旧共産主義者同盟の政治からはその後10年間にわたってユーゴスラビア共産主義者同盟の下部組織であるセルビア共産主義者同盟を解組したセルビア社会党として政権の座に止まった。セルビアはその人口及び面積でモンテネグロを圧倒しており事実上 新しいユーゴスラビア連邦において支配的な地位を占めていた。しかし、セルビア共和国とモンテネグロ共和国は外交等を共通化するほかは内部的にはそれぞれ独自に機能していた。連邦の政府にはセルビア人と共にモンテネグロ人もいた。スロボダン・ミロシェビッチ、1990年から1997年までセルビア大統領、 1997年から2000年までユーゴスラビア連邦大統領を。ユーゴスラビア連邦共和国におけるセルビアの政治はボスニア・ヘルツェゴビナやクロアチアに住むセルビア人たちの利益を守ることに力が注がれた。彼らはクロアチアやボスニア・ヘルツェゴビナの独立を望ますユーゴスラビア連邦に泊まることを望んでいた。1989年以降、 セルビアはスロボダン・ミロシェビィッチが指導者となっていた。ミロシェビィッチは元共産主義者同盟の党員であり、ユーゴスラビアにおけるセルビア人の権益を守ることを訴えた人物である。1992年、ミロシェビィッチとモンテネグロ共和国の大統領モミル・ブラトビッチはユーゴスラビア連邦共和国の結成に合意した。国際社会からはこの連邦でセルビアが 支配的な立場となり、セルビア大統領のミロシェビッチが、ユーゴスラビア連邦の大統領よりも、事実上強大な権限を持つのではないかと危惧する、声が上がった。ユーゴスラビア連邦共和国の初代大統領となったドブニツァチョシチは、ミロシェビッチに抵抗してその地位を追われている。ミロシェビッチの政府は、マケドニア共和国に対しては、領土的な要求はしなかった。 ミロシェヴィッチの支持者らは、クロアチアやボスニア・ヘルツェゴビナなどの旧ユーゴスラビア諸国で一方的に分離したセルビア人の自治国家について、これらの地域におけるセルビア人の民族自決の原則を支持しただけであるとした。クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナにおける一連のユーゴスラビア紛争において、ミロシェヴィッチはこれらの国々からの分離を望むセルビア人の自治国家を支援した。 この支援によって、後にミロシェヴィッチは、セルビア人の分離主義者らによる戦争犯罪行為を支援しているとの批判を受け、国際社会において多くの政治家らから非難を受けた。1995年、ミロシェヴィッチは、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争を終結させた和平合意であるデートン合意にて、ボスニアのセルビア人の利益を代表して参加し、署名した。 ミロシェビッチはその後も1997年までセルビアの大統領職に泊まり、その後ユーゴスラビア連邦共和国の大統領となった。これに代わって1997年にはユーゴスラビア連邦の大統領であったミラン、ミルティノビッチがセルビアの大統領となった。1996年から1999年にかけてセルビアの中で アルバニア人の多く住むコソボメトヒア自治州の情勢は不安定となった。コソボメトヒアではコソボ紛争に突入し、1999年にはセルビアとモンテネグロは NATO による空爆を受けた。空爆ではベオグラードを含む複数の都市への戦略爆撃も行われた。その後、ベオグラードの政府はコソボの統治権中止に同意し、コソボは 国際連合の国際連合コソボ、暫定行政ミッションの統治下となり、セルビアの統治が及ばなくなった。ユーゴスラビア紛争の余波は、セルビアの経済的苦境につながっていた。また、国民のミロシェビッチに対する怒りも増大していた。紛争と、その影響によって、セルビアでは、ボイスラブ・シェシェリ率いるセルビア旧進党などの極右政党が台頭した。シェシェリは、 すべてのセルビア人は統一された一つの国に住むべきで、あると主張する人物である。シェシェリは、ユーゴスラビア紛争において自ら死兵を引き、クロアチアやボスニアヘルツェゴビナでの紛争に参加していた。シェシェリは1994年と1995年に、ユーゴスラビア政府によって逮捕されているものの、 その後1998年から2000年までセルビアの副大統領となった。2000年、セルビアの市民は選挙の不正捜査によって選挙の後もユーゴスラビアの大統領職を辞することを拒んだことに対して抗議行動を展開した。ミロシェビッチは2000年10月5日に政府を追放され、その翌日正式に職を辞した。ミロシェビッチは2001年、 政権時代での不正の容疑で、連邦政府によって逮捕され、その後、戦争犯罪の権威で、デンハーグにある旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷に引き渡された。ミロシェビッチの失脚後、セルビアの政治家ボイスラブコシュトニツァが、ユーゴスラビアの連邦大統領となった。2002年、ミロシェビッチの名優であったミラン・ミルティノビッチは、セルビア大統領を退き、12年に及んだ。 セルビア社会党による支配体制は完全についえた。民主党のボリス・タリッチがミルティノビッチに代わってセルビア大統領となった。2003年、ユーゴスラビア連邦共和国の憲法改正によって、同国は国家連合セルビア・モンテネグロとなった。セルビアはモンテネグロ共和国と共にこの国家連合を構成する二つの共和国の一つとなった。国家連合の中で、 モンテネグロでは、モンテネグロとしての民族意識を一層を高めた。モンテネグロでは、ユーゴスラビアディナールに代わって、ドイツマルクを通貨として導入しており、2002年からは、ユーロに置き換えられた。セルビアではこれを受けて、ユーゴスラビアディナールを、セルビアディナールと改め、中央銀行は、ユーゴスラビア国立銀行から、セルビア国立銀行と解消された。セルビアは、 2006年にモンテネグロの独立宣言を受けて、セルビアも独立を宣言するまでの間、この国家連合の会に止まった。2003年から2006年までの間、セルビアは国家の方向性をめぐって重大な内政問題を抱えていた。セルビアの政治からは、ユーゴスラビアを緩やかな国家連合へ移行した決定に関して意見が分裂した。ゾラン・ジンジッチは、 緩やかな国家連合への移行を推進した中心人物とみられ、ユーゴスラビア連邦の大統領であったボイスラブ・コシュトニツァから批判された。人ジジッ地の政治に対する民族主義者からの怒りは2003年3月の人ジジッ地暗殺へとつながった。首相であった人ジジッ地の暗殺に対して国家非常事態宣言が発された。2004年からは 欧州連合に神話的な政治勢力が連携して、セルビアの EU 入りに反対する勢力と対峙する構図となった。2006年、セルビアはモンテネグロにおける国家連合からの独立を問う住民投票の実施という事態に直面した。多くのセルビア人らはモンテネグロに対して国家連合に泊まってほしいと願った。それまでのセルビアとモンテネグロとの良好な関係、 そして、モンテネグロ人は、民族的、文化的、宗教的に見て、セルビア人であるとの思いが、セルビア人の間にはあった。連合維持を求める、政治からの強力な政治キャンペーンも展開されたものの、モンテネグロの独立を目指す勢力は、欧州連合によって求められた55%以上の独立賛成票を達成し、独立を宣言することとなった。 モンテネグロの独立宣言に伴い、セルビアでも独立が宣言され、1918年以来、初めてセルビアは独立国となった。ありがとうございます。